金利が高くてもちゃんとそれ以上に稼ぐ力をどういうふうに養うかっていうところの方が必要なんだろうと思うね。熱血コンサル基礎産業。関連している事業を複数行っている場合、事業ごとに会社が分かれている方がいい場合と、同じ会社の中で違う部門として事業を行うのはどちらがいいのでしょうか。これはね、やり方によって違うんだよな。もうこれ1点だけ。銀行から認められてない業種をやるときには絶対分けた方がいいってことね。俺はやってないけど、例えばデリヘルとかね、やる場合っていうのはデリヘルやった瞬間にあれじゃんか、銀行の保証協会対象業種外とかになっちゃうからさ、そうなってくるとなかなか資金調達っていうのが難しくなっちゃうみたいないうケース。俺がね、あ、この人やっちゃったなってみたいなのがあったのがね、雀荘っていうのがあったな。雀荘をやってるっていうのがその決算書を見てると分かったんだよね。雀荘行けなくはなかったんだけど、やっぱりちょっとよろしくないじゃない。あの、何がいけなかったかっていうと、あれ、深夜営業。麻雀やったことがある人は分かるかもしれんけど、なんかこうカーテン閉めるんで、こうシャッて、うん、シャッと閉めたら、でも明かりはこうこうとついてたりとかするんだよ。まあ、分かっとって言うし、せんようなって。でも、あれは別会社なんですよっていうことになったら、その決算書見てから資金がいてないでしょっていうことが分かるから、まあ、融資がしやすくなるっていうのがあるよね。まあ、1点で。うん、まあ、いうか、ほぼこれ1点なんじゃないんかな。それだって以外だったら、まあ事業ごとにこう会社を分けなくてもいいのかなというふうにはちょっと俺は思ってるけどね。戦力っていうのは一箇所に集中すればするほど儲かるんだからね。お前グループ3つあるけど、あの3つの会社ごとのやっぱりその売上と利益を考えんといけんっていうのは経営者からすると大変だもんな。だけど1個の会社だったら自分その利益だけを考えればいいから楽でしょ。だからそうやって考えるとグループ会社っていうのはない方がいいってことだよね。まあグループ会社を、まあ、持っちゃってる人であれば持ってる人なりの利益の組み立て方っていうのはあるんだけど、これはまた話せば長くなるから。だからまあその銀行に認められてるところと認められてないところっていう形で分けるのがいいのかなというのが、まあ経験から来る回答ですよね。事業ごとに会社を分けている場合で、会社間でこう貸し付けが生じてしまうような可能性がある場合であれば、銀行からの資金調達を考えると、もう一つの会社で事業部として持っている方が資金調達はしやすいというような形なんでしょう。まあでも貸付金っていうふうに処理しちゃうから、まあ本業のところの利益がどれだけ上がっとるかいうことになるんじゃないかな。これをね、よくね、貸付金って形で上げちゃうからいけないんだよな。関係会社株式とかいうふうな形にしとけばいい。あれって結局あの固定資産っていうところに上がっちゃうだけの話だから、それは不良資産が増える、貸付金だったら増えるっていうのはあれだけどね。あとまあ銀行から資金調達してるものがそっちに行ってるっていう風に見えちゃうっていうのがあるから、だからまあ関係会社株式みたいな形にして、あのまあ調整していくっていうのがいいのかなという風に思うけどね。そうすると関係会社のその関連会社の資本金が増えてくるから、だからやっぱりその関連会社の仕事がいくらあったら利益が上がるのかみたいなところを考えて実践に落とすっていうところが大事なんかなと。あの何の気なしにスタートしてる関係会社ってのが多いもんな。だからもっとしっかり考えてやればいいのになというふうに思うね。これどういうことかわかる？稼ぐ力なんだよな。よくこう財務系チャンネルとか見てたり、他のコンサルのチャンネル見ててもバランスシートとの話ってすごく多いんだよね。あの PL をこうの話ばっかりするってもよくない。貸付金が多かったら銀行の借り入れがみたいなような話っていうのは非常にまあ多くて、まあ当然そうなんだけど、だけどこれってみんな気づかん、なんか銀行以外の資金調達の腕磨いとったらそんなこと関係ないじゃんかみたいなことになるよね。金利が高くてもそのちゃんとそれ以上に稼ぐ力をどういうふうに養うかっていうところの方が必要なんだろうと思うね。銀行の中でよくこう駿河銀行っていう銀行があるんだけど、あれってアパートローンの常識を覆したでしょ。経済対応年数、法定対応年数っていうところの枠外でも貸しますよ、その代わり金利高いですよ。それでもなんか得た中からちゃんと利益が得られるからっていうところでね、キャッシュを得られるからってことで大ものすごい殺到したんだよな。だけどなんか早く解消した方がいいじゃないかみたいなね。
で、まあ、駿河銀行のかぼちゃの馬車問題っていう問題があったからすごい叩かれたけど、今駿河銀行ってすごい稼ぐ力はあるよな。そうは言ってよ、どこもかしこもチンパンジー金利だもんな。そうやって考えたらやっぱりちゃんと 4. 何パーセント取ってるようなことっても入ってくるってことでしょ。まあ、そうやって稼ぐ力があるってことは人がやらないことをちゃんとやれてるってことなんだよね。だから何の事業をやるにしてもそのバランスシート上の問題を考える、今回の関係会社と事業ごとにこう部門別で分けるっていうことも当然そうなんだけど、トータルで稼げる力っていうのがどのぐらいあるのか、稼げるというかキャッシュイン、よく言 う, こう資金を獲得する能力がどのぐらいあるかっていうところを考えたらいいのかなというふうに思いますね。これはね、ちょっとまたグループコンサルの人はコンサル生俺に聞いてみて、またねどういう例があるんですか、資金獲得能力のある会社の例ってどんなとこあるんですか、これ動画で言えないから、まあ、またちょっと言ってみてもらえたらというふうに思いますね。やっぱり日頃の勉強も大事だと思います。やっぱりいろんなこう業種の人っていうのと話をしたり、いろんな業種を見るってことが大事だと思うんですよね。僕もね、年間500社ぐらいと話してます、実際。だからまあいろんなこうアイディアっていうのが出るんですけどね。でもやっぱりそうなってくるとコンサルフィーって高くなってくるんですよ。俺がもう自分で値段決められる人じゃないからごめんね、なんかね。だからそこをこう、やっぱお安く提供したいというふうに思ってできているのがグループコンサルってことなんですよね。毎月1万2000円で一人頭10分から15分ぐらいかな。これ聞こう思ってみんな来てくれる。だいたい80社ぐらいの方が登録していただいてますね。ご興味のある方、ね、資金調達と資金繰りっていうクラスもありますので、資金繰りしんどい、どうしてしんどいんだろうかとかね、どうやって解決するんだろうかとかいうようなところも含めて、ご相談いただけたらと思っておりますので、お問い合わせいただけたら、たらと思います。この社の概要欄にリンク貼っておきますのでよろしくお願いします。それと今資金調達したいとかね、赤字体質からなんとか抜け出したいとか思っているような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。資料保険代理店など協業コースというメンバーシップを作ることになりました。お客さんのね、顧客の相談であるとか顧問先のですね、そういったところも包括的に弊社と一緒に解決して、よりコンサル力をつけていきましょうというコースです。ご興味のある方はこの社の概要欄のその他っていうところがありますので、そちらからお問い合わせいただけると、こちらでちょっと一度ね、進め方についてもご説明させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。